運を天に任せて。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。来ました、ウイニングイレブン FP、 今週もやっていきたいと思います。はい、ということで、やばい、今週急に来たな、バルセロナとアーセナル FP 復刻リトライ来ました。てか、ま、あのまずウィークも見たいんだけど、このバルセロナとアーセナルの FP の復刻クラブセレクション、これが俺一番熱い。まあ、とりあえずウィーク見ていきましょう。酒井宏樹選手、今回いいんだよ、当てたい。前回俺ちょっと動画上げてないんですけど、堂安選手当てたんで、今回ちょっと酒井宏樹選手当てていきたいね、マジで。ほう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 、スピシュンレベルいくつまで上がるんだろうな、47か。まあ正直俺、日本人選手はね、ロマンだと思うんで、普通に欲しい。うん、ボールダッシュレベル2しか上がってねえのか、 FP で。なるほど、ワンパーついてんのでかくね、ワンパーついてんのでけえな、ワンタッチシュート、あ、なるほどね、ゴール決めた時もダイレクトだったっけな、あれだからワンシューついてんのかな。これは欲しいですね、酒井宏樹選手。今回引くガチャあるんで、ちょっと短めにね。お、クリバリ、お前何回目、4回目くらいじゃない全部で。お前来すぎです、アクロバティッククリア。ボールダッシュいくつ上がってる今回の、クリバリ、ボールダッシュが5か。これ9、いや、これ前回のクリバリよりはボールダッシュ高そうだな。でも俺1体無理。来た、ディマリア。ディマリアめっちゃ欲しい。44ってことは雷行くのかな、これ。コスト。どうなんか。ディマリアはね、一番欲しいかもな。マジで。普通に好きな選手なのと絶対強いじゃん。クソゲー効果できそうだね。続いてパウリーニョ出た。2018金になって、19になって、黒になって。今回 FP と。あれ、パウリーニョのでもクラブなんか搭載されなくなるとか、されないとなくなるとか、なんかいう話聞いたけどな。パウリーニョはどうなんかな。ディフェンス、まあボールダッシュ、こいつ一応アンカーなんで、まあボールダッシュ1しか上がってないと、まあアンカーと言いつつって感じだからな、言うてパウリーニョは。うん、まあ強そうだけどね。続いてウィサム・ベン・イデ・イン・イエデル、すいません、ご存知ないんですけど、 CF の選手で、カウンターカーのラインブレイカー、シザズダブルタッチ、エラシコルでドロップ、ライジング、ワンタッチシュートかな。ワンパカ、え、この人強くね、決定力ある、オフェンスセンスある、ボルコン、ドルブルある。え、なんかグリーズマン的な感じか、ひょっとしたら。え、逆足めっちゃいいやん。え、強くね、28歳。まあまあ育てやすい。お、強いと思う、この人。続いてファビアン・ルイス、俺一瞬パウリーニョに見えたんですけど、若いっすね、22歳。うんで、役職ボックス・トゥ・ボックスかな、いや、プレーメーカーか、ピンポ・バックスピンの低弾道がついたって感じか。カーブ、決定力は甘い、パサーって感じかな、弱。なるほど、コアンロックと悪くない、でもスタミナがちょっと少ない感じか。でも22歳なんで結構上がる、まあ弱くはないんじゃないですか、結構上がってるしね、基本めっちゃ上がってるし強そう。続いてステファヌ・ルフィエ、ご存知ないんですけど、存じ上げないんですが、守備的は僕使わないんで、ウィーレではちょっと強いかどうか分かんないんですけど、まあいらないんで使いたくないですね、守備的は。続いてアレクサンドル・ゴロウィン、ゴロウィンは絶対強いでしょう。この前なんだっけ、クラブセレクションで来たんでしたっけ、どっちが強いんだろうね。ほう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 、ゴロウィンと、まあゴロウィンは強そうですね、強いって聞いてたから。まあ酒井宏樹はさっき見たし、続いてマルティン・エデガールド、エデガールドって俺どっかで聞いたことあるんだよな、20歳、若いね。うわ、めっちゃドリブル系あるやん、めっちゃドリブル系あるじゃん。怖いよんか、ライブアップでなくなる、だってもう FP もそろそろなくなるでしょ、だってウィークの終わりとかいう話も聞きますからね。ちょっと怖い、低いときついですね。ソフィア・アヌ・フェグリ29歳、これはウィングの選手か、なるほど、基本的に高いね。なあ、オスピシンもまあまあ高いし、どんぐらい上がってんのこれ、めっちゃ上がってるじゃん、瞬発力5上がってんのか。で、シャペウとアクロバティックがついた。で、ウィングストライカー普通に強そうだけどね、金スカとかで。これあれでしょ、これ誰だっけ、長友がいるチームか、ちょっと名前が出てこない。続いてはハリス・セフェロビッチ、これポストプレイヤーかなんかか。デコイラン出た、あれトーマス・ミラーと一緒か。ほう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 、まあまあ、セフィロビッチ、名前がちょっとやらしいんですけど、これはまあワンパーあるし、まあまあ待って感じなんかな、どう強いのかな。まあとりあえず今回早速引いていこう。前回よりは黒の確率でかいね。まあ狙いはまあディマリアとパウリーニョも割といいかもな。あと酒井宏樹、ゴロウィンあたりで引いていきたいと思います。雷鳴ったらクリバリとディマリア確定か、これだよな多分。ってことで引いていきましょう、 GO！ まず1回目さあ、雷いいよ、一発目からなって、鳴らない、雷鳴らない、 OK、 黒、まず黒、パウリーニョ、ゴロウィン、
パウリニコの酒井きたー、よしよし、一発目から酒井宏樹を引いていく。いいねいいね、じゃあこの流れでもう一回引いていこう。完璧完璧、俺最近神引きしてないから。うわ、道はなんない。ずれろ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 、あ、ずれない。誰だ。あー、あのデコイラの選手か。ベンフィカ、ベンフィカって、ベンフィカってあれラファシューバーいたっけ、ラファシューバーいたっけ、いなかったらすいません。いやーやば、これ最後、おっとアクセン集中してるね、みんな引いてますね。これ最後ビーチになってビマリア来るから、行くぞ。ならない、マジか。あ、ずらろ。あ、まあ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 、酒井宏樹出たんでね、 OK です、全然 OK です。今週のウィーク続いてバルセロナアーセナル引いていこうぜ。続いてバルセロナ、お、あれじゃん、ブスケツいるじゃん。今回ブスケツが追加されたって感じか。ボルコン結構上がってるね。グラウンダーパス90でかくね。で、お、ボールダッシュ、え、ボールダッシュ5も上がってんの、強っ。で、コアン6と、で、スキル追加はねえのか、なるほど。で、メッシが63、コストやーべえなー、やべえなー、コストなんか追加できねえよな、もうメッシは。なるほど、いや強すぎ、スピ瞬発力あるし、ドリブルめっちゃ速いもんな。決定力92、ボールコントロール90、いや強そう。続いてスアレス、俺ルイスアレスの FP 一体も持ってないんで欲しいですね。決定力92、レベル1で92って半端じゃねえよな。続いて、お、俺ステーゲンね持ってるんですよね、前回のクラブ FP で。なんで今回はいいかなって感じですけど、いや強え。続いて俺ラキティッチはクラブセレクションの持ってなくて、ウィークのやつを持ってるんでしたっけね、確か。うん、いや、こっちのラキティッチ強そうだけどな。雷かな、これ。コスト50は雷なのかな。さあ、ワンパン、まあ、普通にラキティッチ強いですからね。ピケマンマーク持ってないから、普通に欲しいんだよ。マンマークなしのセンターバックって俺ね、一体は入れときたいんだよね。釣られないからね、マンマーク持ってなかったら。だから割と強いと思う。続いてウスマヌ・デンベレ、デンベレも俺持ってないんですよ。 FP 欲しい、逆足実質両利きね、デンベレ。でジョルディね、このさ、前回わかるかな、この雷なんなかった時のデンベレかジョルディの2択。俺正直ジョルディ外れだと、まあ、強いんすけど、このガチャでは外れだと思ってたんで、ちょっと前回デンベレ引けなかったのがね、残念でした。前回のクラブで俺ジョルディは引いてます。ってことで引いていきましょうか。雷なったらブスケツコスト44、ブスケツ雷なんかな。まあ、とりあえずデンベレとジョルディは雷じゃないんでね、まあ、引いていきましょう。基本雷になると思うんすけど、ドン、なったね。誰だ。俺はスアレス、スアレス、これスアレス、スアレス、よし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 、スアレス来た。オッケー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 、やべえ、何この一発目どんどんいいの当てていくセル、一発目当ててどんどん下がっていくのだけはやめてな、マジで。さあさあ、続いてデンベレブスケツあたり、ビチになったね。誰だ、ブスケツワンチャンビチだからな。誰だ、まさかのスアレス。まあ、いいでしょう、まあいいでしょう、強いんでね、レベル上げ楽になるんで全然 OK です。最後またビーチになった。でこれでデンベルはもうないから、誰だ、メッシ、これ普通にすっげえマジ神引きだと思うんですけど、メッシ、あー、どっちの方が強いか調べてからだな、育てんのは。いや、スワレス2人のメッシ1人で神引きじゃねえ。続いてアーセナル見ていきましょう。お、ラカゼト俺前回の持ってるんすよね。なんで、まあ、ラカゼト普通にね強いんだよね。でもね、シェフもっと強い選手が結構いるからね。メストエジルは俺は好きな選手なんで当てていきたいところ。前回の俺いっちゃ最初のあの1時間だけのねアーセナルガチャ引けなかったんで、メストエジルも持ってないんですよね。で続いてピエール・オバミヤング、オバメも FP まだ持ってないです。当てていきたいところ、絶対強い。で続いてソクラティスはセンター、んアンカー、いやセンターバックで、役職がオーバーラップか。でオーバーラップだけどサイドできるって感じか。まあ汎用性高そうだね。で、うん、ボールダッシュ高いね、強そうだね。普通にサイド割といけそう、いける口。グラニト、ジャカディフェンシブ、なるほど。ジャカは俺ねウィークのやつを持ってた気がするんだよな。うん、まあまあ普通にワンパーあるし強そうですね。続いてムヒタリアン、あれムヒタリアン俺持ってねえんだよ。ムヒタリアン強くね、
で何歳？29歳。お、普通になんか強そうですね。でもうん、あーでもこのレフライトミッドフィルダー堂安、俺頑張って俺ずっと堂安使ってないからな、ここに。一番続いて出たペトルチェフ。チェフ選手って最近引退するっていう、引退するってなんか聞いたけど、あれ、うん、引退するんだっけ。ちょっとすいません、ちゃんとした情報を調べてなかった。チェフ選手、いや守備的か、守備的は使わんな、スタミナ引く、まあ、キーパーあんまスタミナいらないんで。36歳、マジか、36歳。でマテオ・グエンドゥチ、グエンドゥチ今回は金ですね。ってことはまあまあまあ前回の方が単純に考えて強いっていう感じでいいのかな。まあグエンドゥチ俺前回の持ってるんで、まあ狙いはまあうーん、オバメビチクセナ、オバメメステージルあたりですかね。まあムヒタリアンもありかなって感じですかね。引いていきましょう。メステージル、オバメは欲しい、来い。まずビチ、誰だ、コスト44以上みんなビチだと思うんだけどね。オバメメステージル来い。ラカゼトー、ラカゼトー2回目、前回の FP で当たってるからね。いやまあ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 いいでしょ、雷鳴ることはまあいいことですよ。続いて2回目引いていきましょう。オバメメストイジル、オッケービチになった、いいね。オバメメストイジル、どっちか頼む、メストイジル使いたいんだ、頼む。オバメ、よし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 、オバメ熱い、オバメは熱い、得点をなりましたからね。なんかさらに強化されそう、オバメは本当に。さあ最後メストイジル当てれば完璧です。これはメストイジル当てたい、俺メストイジルのパスが好きなんだよ。よしビチだった、来いメストイジル、メストイジル、オーバーで。そこでメストイジル引きたかった、な俺にはまだメストイジルを引く器ではなかったってことが。ここえ、ほうほうほう、まあ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 割といい結果だったんじゃないか。まあ一応ウィークで酒井宏樹も引いたし、全然まあバルセロナ FP はまあ悪くない、決して悪くない、まあ、前回メッシ引いたってのもあって悪くないけど、おまあまあまあオバメも引けたし、悪くないです、悪くないです。はい、ということで今回ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。んー、バイバイ。ベドベドがいる、ボックス引きて。